管とあれが大変だよ。で他にするとこねえから結局牽引買わなきゃじゃん。で牽引の免許取らなきゃだしさ、俺も考えたんだよ、俺も買っちゃおうかなと思ったんだ前。で免許取ってさ、ここら辺ででも取らなくてよかった。そのですぐコロナになったから、下手すら一人で遊んでるだけなんだ。そんなこと言ってたら 50% 超えてきたよ。お尻にバンテリン塗る。それじゃあ刺激されちゃうよ。あんなとこで何が釣れてんだろう。邪魔しに行きます。いや、それはなんか釣れてるん。いや釣れてるだろう。釣れてるよ、ビクビクいってるもん。青旗じゃない。おい、青旗ゲットだぜ。いいサイズ。おい、あ、またサルパがいるな。うん、それそう、そっから20だな。当たらんかい。そっか、今日新月の次の日か。新月の次の日、新月は超えると釣れなくなるんで、うん、新月の前は暑いけど。満月は逆に超えると釣れるん。うん、産卵絡むじゃん。お、今頃になって暴れ出した。
まあそうだな、うっかりちゃん。味噌汁だぜ。味噌汁。うっかりカサゴの巣だな、ここはな。味噌汁。当たり方も話題だったのにな、なんか。でかい、しかも。あそこいると静かになるんかな。俺今すげえ合わせん時から見てて、あそこで釣ってると静かになるんだ。場所が悪いんかな。30酔ってるんか。あるで、飲めや。待ってるよ。つったら、うん。今日から酔い止めやめようと思って覚悟してきたんですけど、やっぱ無理でした、ね。飲んだ方がいいって。船なめ、海なめんな。斉藤くんみたいな変態は大丈夫なんだけどさ、酔いが気持ちいいぐらい。おい、ド変態じゃねえか。海よ。酔い止めの偉大さを知った夜、あの日。お、でかっ。でかっ。うん、うん、違う違う。これ、え、赤旗、赤旗だな。赤旗じゃん。でも顔が違わいな。カサゴ、カサゴだな。これ酔ってからでも効くやつ。あ、すいません、ちょっとそれ取ってくれ。バリバリ、サンキュー。カサゴだな、うっかりだな。へ、うん、カサゴっぽくないっすよ、なんか。うん、いただきます。あ、いいよ、飲んどけ飲んどけ。出たか、上に。勝ち負けじゃねえんだよ。あと思ったんだけどさ。こいつばっかりや。うっかり名人。うっかり名人。いた、どこに。岸の中に。おい、おととい蛇騒ぎがあったので、行ったんべ。オレンジのやつ、うん、昼、夕方だったらあいつら余分にねえって言ったんだ。なあ、あんなもん気持ち悪いやな。マジで、まあ、あんなとこいたっておかしくねえもんな。あの北側のさ、なんか花壇みたいなとこあるじゃん、はい、あそことかさ、あそこでも前に抜け殻があったりな。あとあのテニスコートの 裏の方のあの入り口があるじゃん、あそこは出たところに2メートルぐらいの抜け殻があって、
神や。でも俺が前やってる時は一回だけそあの木の上から落っこってきたんだよ。ちっちゃいのが。で一緒に俺去年までやってた倉松さんがいたじゃん。あれがお前踏みつけて殺してんの怖えこの人と思った。この辺の人みんなそうだからな。お、やったぜマダイ。支援は変わらねえんだよ。おい、いい。大丈夫？おにゃ。上でした。上？ハガツオ？ハガツオ？再び。これ。うん。これあれだで、バラしたら。今日ボツだで。死刑。死刑。でも今日はちょっとむしろ落としてもらいたいぐらいの暑さ。大事に大事に頑張れ頑張れ。ドラグが緩いだけ。俺のドラグ。なんだ？グリ？ネイリー？なんか黄色かったで。いいよゆっくりゆっくり。本当だ。おい、やっとカンパチ釣れた。あ、でもいいサイズ。はいよ。ね、寝入り釣れって言ってんのにおめえうっかりばっかり釣りやがって。でちょうど、お、この野郎やりやがる。なんだと。鬼合わせだ鬼合わせ。外れた。落ちパクだったや。俺がここにやらないん分かるだんべ。これで。あれでも、割と抵抗は見せてるな。
まだいじゃねんか。お姫、もう途中で分かったクエじゃねえ。なんでやねん。鬼合わせだよ。何優しくやってんだよ。合わせの大切さも今日学んだな。アネロンと合わせの ここに来てもカサゴか。おお、なんだ。でかい。サイズアップ。正体は君だ。サイズアップ。うっかり名人。でもサイズアップ。ちょっと戻るか一回。